花尾城は福岡県北九州市八幡西区にあった日本の城である。本丸は標高351メートルの花尾山山頂に位置する。研究5年、麻生市の祖、宇都宮従業によって築城された。文明10年、麻生家信と広家との家督争いに大内正宏が介入、籠城する家臣を攻めたが3年間落城させられず、和議により家臣は、 恩賀奏を得て、岡城へ退き、広家が上司となる。その後、上司の麻生や五郎なる人物を追放した大内義隆が奪うが、上司となった佐良武仁人が、天文20年の唐高草の反乱により、殺害されると、再び麻生氏に返し、麻生鎮里が上司となる。しかし鎮里は、A60 年。 対立していた一族の麻生隆史と戦うも、宗方指定の支援を得た、龍実に敗れ、城を出て、薩摩の島津市の元へ逃れた。天正十四年、豊臣秀吉の九州征伐で、麻生屋氏は降伏して、筑後へ所帰になり、小早川隆景の領有となって廃城になった。現在は花を山城公園として整備され、縦堀、石類、井戸跡などの遺構が見られる。 黒崎駅前には、創造模型が、市内の流線時には戦士借用費がある。また、市の指定向け民族文化財である、前田の盆踊りは、明王年間に、大内市に攻められた、際の戦士借用として始められたと伝わる。大正十二角からなる、連角式山城、北九州市八幡西区、大麻区まで、ありがとうございます。